世界難しい、長いこと待ってると難しいっていうのが分かってきてるから、あまり世界を意識してもしょうがないので、今は世界に近づける実力をつけるだけ、それだけです。自分のボクシングするだけなんで、相手がどうこうっていうのはあんま考えないですね。悔いのないように全力で自分のボクシングをします。とりあえず必ず勝って生き残る、それだけです。東洋太平洋フェザー級タイトルマッチ両選手入場です。はじめに青コーナーより挑戦者、マキオ杉田選手入場です。今夜のメインイベントは OPBF 東洋太平洋フェザー級タイトルマッチ、日本人同士の対決となりました。後楽園ホールは青コーナーから挑戦者、東洋太平洋フェザー級3位、畑中ジム、マキオ杉田の入場を待ちます。緑色のトランクス、青いボクシングローブをつけました。昨日の計量の時、今日の試合が怖いと話していたチャレンジャー、しかしその表情は非常に落ち着いています。小学校6年生からボクシングを始め、高校時代には選抜で全国制覇を達成、99年18歳でプロデビュー、2002年には22歳以下の世界タイトル WBC スーパーバンタム級のユースタイトルを日本人として初めて獲得しました。プロデビューから9年目、初めて迎えた東洋太平洋タイトル挑戦。初めてのボクシングの聖地後楽園ホール、今日の試合は初めての東洋太平洋タイトル挑戦です。ボクシングをやっている以上、てっぺんまで登り詰める。今聖地のリングに向かって深々と頭を下げました。今チャレンジャーコーナーのリングの下、軽快にフットワークを刻みます。勢いよく登っていきました。無敗の王者を倒し、ベルトと世界ランク奪取を誓います。東洋太平洋フェザー級3位、マキオ杉田。続きまして赤コーナーより榎木宏之選手入場です。頂点に立つ東洋太平洋フェザー級チャンピオン、角海老宝石ジム榎木宏之が入場してまいります。2度目の防衛戦、今一つ気合を入れました。非常に穏やかな笑顔を見せるチャンピオンです。アマチュアボクサーだった兄の影響を受け、ボクシングを始めました。秋田県秋田市出身、金足農業高校時代には国体3位、卒業後に上京、角海老宝石ジムに入門すると、榎木のボクシングにはさらに磨きがかかりました。1998年のデビューから4連続1ラウンドノックアウト、8連勝で B 級トーナメントを制覇、11連勝で A 級トーナメントを制覇、ともに MVP を獲得しています。2004年に満を持して日本タイトルに挑戦、大の神熊をテクニカルノックアウトで破り、その後3度の防衛に成功。去年には東洋太平洋王座に挑戦し、2ラウンドのノックアウトで2つ目のベルトを手にしました。リング上にはすでにこの榎木のベルトを狙います、マキオ杉田の姿。チャンピオンの榎木宏之、これまでの戦績は26勝、 KO は19。この男はまだ敗北を知りません。全勝のまま世界へと突き進むために、目の前に立ちはだかる敵を玉砕にかかります。今大きく深呼吸し、精神を集中させるチャンピオン。無敗、未だ負けを知らないチャンピオンです。
に上がるまで時間をかけました。東洋太平洋2度目の防衛戦、世界戦実現に向けて今日もエノキのジャブが後楽園ホールの空気を切り裂きます。第38代東洋太平洋フェザー級チャンピオン、エノキヒロユキ。試合役員はタイムキーパー高橋純一、チーフタイムキーパー田畑誠一、コミッションドクター奥野健二、リングサイドコミッションドクター前川武雄、そしてインスペクターは内田正和で行われます。第423回ダイナミックグローブ、本日のメインイベント、東洋太平洋フェザー級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー、第51代日本フェザー級チャンピオン、27戦26勝1ドロー、26勝のうち19勝がノックアウト、公式栄養はリミット126ラウンド、カーレビ宝石事務所属、 WBC 世界フェザー級第8位、 WBA 世界フェザー級第2位、この試合が2度目の防衛戦、未だ無敗の東洋太平洋フェザー級チャンピオン、エノキヒロユキ。2度目の防衛戦を迎えました第38代東洋太平洋フェザー級チャンピオン、エノキヒロユキです。青コーナー調整者は27分勝者のコート、公式計量は125パウンド2分の1、畑中事務所属、東洋太平洋フェザー級第3位、魔境抜けた。東洋太平洋タイトル初挑戦、魔境杉田です。この試合のジャッジはサラサスさんと熊崎さんの2人、レフェリーは浦谷さんです。東洋太平洋タイトルマッチはレフェリーも採点に加わります。無敗のチャンピオン、エノキヒロユキが2度目の防衛戦に臨みます。挑戦者はエノキのベルトと世界ランクを狙う魔境を過ぎた、日本人同士の東洋太平洋頂上決戦、今戦いの幕が上がります。後楽園ホールは第1ラウンド試合開始のゴングを聞きました。先に出ていったのは魔境杉田です。気抜きましたよチャンピオン。あ、そうですか。この試合の解説は元東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオンの葛西雄一さんです。葛西さん、いきなりチャレンジャーの魔境杉田が出てきました。挨拶する形を取りながら入ってきたんですよ、はい、そこはね、切り抜けにいちゃいけないんですよね、うん、さあチャレンジャーの魔境はどん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 プレッシャーをかけていきます。チャンピオンのエノキが下がる展開になりました。第1ラウンド試合の序盤です。力ずくで押していくチャレンジャー、緑色のトランクスの魔境杉田、黒いトランクス、トレードマークの坊主頭、ジャブを今打っていきました。東洋太平洋フェザー級チャンピオン、右のストレート。エノキヒロユキは黒いトランクス、赤いボクシンググローブです。昨日誕生日を迎えました28歳。さあジャブを打っていく、まだちょっと立ち上がりの、はい、マキオのね、速攻がありましたからね、まだちょっと気持ち的にね立て直ってないですね。チャンピオンとしては少しリズムをつかみ損ねたというようなところでしょうか。そうですね、ちょっと気抜きましたよ、なんといってもこの緑色のトランクスのマキオ杉田は相手にとってやりづらいボクシングとして定評があります、スピードありますしね、はい、フットワークのスピードもあるけどハンドスピードもあるんですよね、葛西さん、昨日の軽量の時にですね、この緑色のトランクスのマキオ杉田、えのきさんに挑戦するのが本当に怖いんですというふうに話していたんですが、そのようには全く見えませんね、まあ、本当にリング上がる前というのはそういうのありますけど、上がった途端にね、まあ、吹っ切れる選手もいますし、あ、そうですか、はい、現在は東洋太平洋の3位にランクする魔境杉田です。今日の試合が28戦目、力んでますねえのき。あ、そうですか、まだちょっと力みがあります、集中力は人一倍ずば抜けているというチャンピオンのえのきひろゆきにしては非常に珍しい立ち上がりになりました。東洋太平洋フェザー級タイトルマッチ、黒いトランクスえのきの2度目の防衛戦です。
3年前24歳で日本タイトルを獲得、3度防衛後去年1月この OPBF 東洋太平洋タイトルを獲得しました。やっとチャンピオン、はい、動き始めましたね、チャンピオンの魅力と言いますと何と言っても左のジャブ、このジャブが出てくるとチャンピオンリズムをつかめそうですね、その左もやっぱりジャブ自分のリズムからの、ね、キレが出ますから、はい、さあジャブが当たりました。チャンピオンのジャブがマキオさんで右ストレート、ジャブが出ると右出ますね、はい、そうですね、チャンピオン、さあジャブの差し合いです。ジャブが杉田の顔面を捉え始めました。マキオ杉田もジャブを出し始めています。ジャブ足を使うようになりました。チャンピオンの榎木宏之です。右のストレート、さあ左右のフックを打っていくのは挑戦者。ここで第1ラウンドが終了です。東洋太平洋フェザー級タイトルマッチです。改めまして放送席には元東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオンの笠井雄一さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。さて笠井さん、チャレンジャーが第1ラウンドいきなり出てきました。やはり挑戦者ですから、はい、やはり、ね、正攻法ではなかなか崩せませんから、ね、ちょっと奇襲で入りましたね。それでペースを、ね、ちょっと奪われたチャンピオンでしたけども、はい、しっかりラウンドの後半に取り戻しましたよ、あ、そうですか。さあ第2ラウンド試合が再開されました、始まりました。黒いトランクス坊主頭チャンピオンの榎木宏之です。今日今夜2度目の防衛戦を迎えています。現在世界ランク WBC で8位、そして笠井さん WBA ではこの榎木2位に名を連ねています、はい、本人としましても世界戦実現に向けて取りこぼしは許されない、そう話しています。そういうのが、ね、力みにつながなければいいと思うんですけど。なるほど、まあ、気持ちの強い選手チャンピオンですから、まあ、心配はないと思うんですね、はい、そしてこの第2ラウンド序盤から得意の絶対的な自信を持っているジャブを打っていきます、田中さん、はい、上重さんどうぞ。チャンピオンサイドですが、やはりチャンピオン表情非常に落ち着いていますね、はい、陣営からは左のジャブが当たっているので大丈夫だと、もっと左をついていこうと、慌てるな、集中していけという指示です、はい。まあ、挑戦者はマキオはそのジャブに、ね、右を合わせたいんですけどね、今のところはこの距離ではね、はい、合わせられませんね。あ、そうですか。チャンピオンの距離ですね、はい、マキオとすればどのような距離に立てばいいですか。もっと頭を振りながらもう一歩ですね、はい、もう一歩前で、まあ、今のジャブを当たる距離で、まあ、我慢できるかでしょうね。なるほど、このチャンピオンのジャブをかいくぐって中に入っていった方がいい、マキオ相当の集中力必要ですよ。そうですね、田中さん、はい、チャレンジャーサイド村田トレーナーですが、はい、1ラウンドの動きを見ていい流れだと、リラックスしていけと送り出しました。あ、そうですか。チャレンジャー陣営は立ち上がりはいいコンディションというふうに見ているようです。しかしこのラウンドチャンピオンの榎木のストレートも牧を過ぎたの顔面を捉えています。まあ、距離は榎木チャンピオンの方が距離が長いですね、はい、ですから挑戦者マキオとしてはもっと足を使うなり、はい、もっと崩すという意味ですね、チャンピオンは。なるほど、翻弄しないと正面からではなかなかボディ崩せませんよ。あ、そうですか。東洋太平洋3位の緑色のトランクスのマキオ杉田です。デビューから9年目28戦目で迎えた東洋太平洋タイトル初挑戦、両者ともにアマチュアでのボクシング経験があります。黒いトランクスチャンピオンの榎木宏之は高校時代国体で3位、右のストレートスリッピングアウェイはマキオ杉田、緑色のトランクス牧尾杉田は高校時代選抜で全国を制覇しています。今面白い右のフックのような、はい、やはり、まあ、テクニカルなパンチを打ちました。何かね、一つか二つ武器を持ってこないとなかなかこの榎木というのを、チャンピオンを、ね、崩すことができませんから、はい、なんといっても笠井さん、この榎木は27戦してまだ1回も負けたことがありません。そうなんですよ、そういうチャンピオンを、ね、崩すのはなかなか、右チャレンジャーの右、今度はチャンピオンが右を返しました、まあ、スリッピングは使えますね、マキオ、ダメージを半減させます。ここで第2ラウンドが終了しました。秋田県秋田市出身のチャンピオン榎木です。中学1年からボクシングを始め、金足農業高校時代に国体で3位、卒業後に上京し18歳でプロデビュー、一分け含む20連勝で3年前に日本タイトルを獲得、3度防衛後去年この東洋太平洋タイトルを獲得しています。
日本のベルト、そして去年この東洋太平洋のベルト、2本のベルトを手にしている榎木宏樹、残すベルトは葛西さん世界だけですね。そうなんですよ、本当に力を見せてきてますからね、はい、まあその世界戦実現させるためにはこの榎木、今後何が必要になってきますか。もうやはりねスピードでしょうね、スピード、今日はねそのスピードあるマキオ、はい、相手ですからね、ちょっと、まあ、その辺が見れるんじゃないですかね。なるほど、ポイント右、チャンピオンの右、右のストレートコンパクトにマキオの顔面に打ち込みました。ただマキオもいいジャブ打ってますよ、はい、田中さん、チャレンジャーサイドこのラウンド間なんですが、左のジャブがやはりキーワードと言ってました。おー、数で勝負してますね、手数で。試合前、緑色のトランクスの牧野杉田の畑中会長が言っていたんですけれども、とにかくこのチャンピオンのジャブをかわせるかどうかが試合の鍵になるというふうに言いました、はい、でもかわすだけ一辺倒だと、はいね、チャンピオンのペースになってしまうので、ジャブを出しながらでしょうね。あ、いいジャブ打ってますよ牧野。なるほど、会長の指示通りこのラウンドはジャブを出していきます牧野杉田です。そのジャブから素直に右が出てますね、はい、まあ、得意な右ですね牧野の。田中さん、はい、チャンピオンサイドですが、トレーナーからの指示に対して榎木も何か言葉を発して会話をしながら何か攻め方を決めていましたね。あ、そうですか。その中ではやはりもう少し距離を詰めてワンツーが当たるという話が出ています。なるほど、足使ってますよチャンピオン。あ、そうですね、はい、まあ、本来、まあ、普段のボクシングですとあまり足を使うタイプのボクサーではないとは思うんですけども、いやでもいいと思います、いいリズムで、あ、チャンピオンが足を使う、榎木隆起が足を使います。そのリズムからのジャブなどはね、いいんじゃないですかね。もともとリーチありますしね、はい、いいジャブ打ちますから、いいジャブですよチャンピオン、まあ、このあたりは、まあ、ファンに対してその足を使うボクシングもできるというところを見せたいという思いもあるでしょうね。そうですね、やはり一つ上目指してならば、はい、ね、一つだけなくいろんなパターンを持ってると強いですよ、はい、世界戦を実現させるためには変な試合や取りこぼしは絶対にしてはいけないと話すチャンピオンです。変な試合取りこぼしであっさりと夢は消えてしまう、そのように話していましたチャンピオンの榎木。さあチャンピオンに向かって挑戦者、スピードガードいい攻めでしたよ、勢いよく打っていきました牧野杉田。さあボディを打ってきますが、これはしっかりブロックしていますチャンピオンの榎木です。足を使いますチャレンジャーの牧野杉田、ジャブを出していきます。しっかりとプレッシャーをかけていくのはチャンピオン、アッパー打ち返します、アッパー、じわっと距離を詰めていきます黒いトランクス、チャンピオンの榎木隆起です。ここで第3ラウンドが終了しました。マキオ杉田、本名は杉田正則です。同じジムに世界挑戦経験のある元日本チャンピオン杉田隆平がいたため、真実の真に教える正則という名前を頭につけ音読みした牧野杉田のリングネームをつけました。28戦目にして初めての後楽園ホールでの試合ということにもなります。関東のリングで牧野という名前をアピールしたい、そう話しました。試合は第4ラウンドに入りました。東洋太平洋フェザー級タイトルマッチです。 57.1kg がリミットのフェザー級、そのアジア、オセアニア地方15の国と地域の頂点に君臨しているのは黒いトランクスの榎木宏樹です。ボディを打っていきました。ジャブを打っていきます。チャンピオンだいぶね、自分のペースになってしてきてますね。あ、そうですか。だいぶ落ち着いてきてますから、ですから、まあ、挑戦者としてはもう、はい、ね、今のうちに何かしておかないとね、はい、動いておかないとなかなか崩せませんよこのチャンピオン。田中さん、はい、チャンピオンサイドからボディ攻撃の指示が出ていますね。はい、やはり自分のいいペースになってきた証拠ですよ。あ、そうですか、おっとおっと、フック、これはバランスを崩しました。ジャブを使えとかそういうのが指示じゃないんですよ、ボディに対しては、ジャブは使った当たり前なんですよ。なるほど、そこからのボディ攻撃、そういう風にな指示が出るということは榎木のペースですね。何も言わなくても、ジャブは自然に出ていると見ているようですね。榎木宏樹は試合前言っていました、4ラウンドか5ラウンドあたりにチャンスは来る、そこからはいつノックアウトのタイミングが来ても分からないというふうに話していました。さあ眼光がより一層鋭くなりましたチャンピオンの榎木宏樹です。ボディマキオが追い詰められてきたんですよ。あ、そうですか、腰が引けた、ね、打ち返しになってるんで。ああ、なるほど、
どうしたんですかね、あとスピードも落ちたかな。ああそういえばそうですね、フットワークのスピードがガクンと落ちたように思います。もしかしたらボディ攻撃が効いているのかもしれません。まあ、なんといってもこの榎木宏之、パンチ力はずば抜けたものがあります。今までこのボディ攻撃で何人もの選手をこのキャンバスに沈めてきているチャンピオンです。本当なんですよ、強く振ることないんですよ、コンパクトのパンチ。そうなんですよね、十分ね、あの相手にダメージを与えることができるんで、あのこの榎木選手のジャブというのもものすごく速いというわけではないと思うんですけれども、打たれた選手に言わせるとハンマーで思い切り叩かれたような衝撃があると言います。ジャブなんですけどもね、はい、まあ、ほとんど左ストレートですね、威力が違いますよ ね、 ですね、で一方ねマクロの方は本当のジャブですね、はい、もう力抜いてね数を多く出すという方に、さあ流れはチャンピオンのものになってきていると見ていいでしょう。挑戦者にしてみれば笠井さん、どのようにチャンピオンを攻略すればいいですか。チャンピオン挑戦者もね、はい、しっかりちゃんとねジャブを出したり、いろいろやろうとしてますよ。あそうですか、はい、手数で勝負ですね、手数でしょう、まず手数で、まずは手数でチャンピオンを上回りたい挑戦者の牧尾杉田。ガードの上からのパンチをブンブン振っていくチャンピオンの榎木宏之です。さあ打ち返しました、打ち終わりに打ち返していくのが牧尾杉田。フットワークを使います。スピードの面では上回っているのはチャレンジャーと見ていいでしょう。ここで第4ラウンドが終了しました。フェザー級チャンピオン、日本の帝拳ジムに所属するオルヘ・ギナレスです。今年世界チャンピオンに輝きました。このギナレスと同じように世界チャンピオンを目指しているのがこちら榎木宏之です。2度目の防衛を達成した暁にはタイミングが合えば世界に挑戦したい、そのように話している榎木宏之です。現在この榎木の上には先ほど画面に映し出されました WBC にはオルヘ・ギナレスがチャンピオン、一方で WBA にはインドネシアにいるクリスチョンというチャンピオンがいます。年齢そしてキャリアから見て今がピークだと思う、1年のうちに世界に挑戦したいと話す榎木宏之です。そのためには、世界に挑戦するためには目の前に立ちはだかる敵を倒していかなくてはいけません。さあボディを打っていくのはチャレンジャーの牧尾杉田。まあ杉田も細かいね、ジャンプから、はい、振りの大きい右持ってってるんですけど、右のフックがちょっと大きすぎますよね。そうですか、もう榎木は読んでますから、はい、何かねペース変えたいんでしょうけど、そのフックが大きすぎるとどのようなデメリットがあるんでしょうか。いやまず当たらないですよね、当たらない、あとスタミナも消耗しますし、まあ、あとリズムを崩しますよね、はい、空振りというのはリズムを崩しますよ。なるほど、もっと速いフットワークを使えばいいと思うんですね、挑戦者。2002年の6月には日本人として初めて WBC バンタム級のユースタイトルを獲得している牧尾杉田です。22歳以下の世界チャンピオンに輝いている牧尾杉田。牧尾の軽いジャブ3発から5発ですかね、はい、そこからそれと榎木の一発のジャブですかね、その辺で総裁ですかね。あ、そんなにもそのパワーは違いますか。パワーとその見た目ですか、迫力というんですかね、はい、ポイントを稼いでるんですよ、はい、マキオも、ただその後に一発いいジャブ打ちますよね、チャンピオン。なるほど、右のストレートを伸ばしました。ただその辺はジャッジがどういうふうに取るかね、はい、変わってきますからね、田中さん、はい、そうなんです、陣営はポイントを取りに行けと言ってました。中に入って細かく打つ、それでポイントを取りに行けと言ってました。あっと、あ、切りました、切れましたね。マキオ杉田右ねじりをカット。それもストレートですよ、ジャブですよ、ジャブでマキオ杉田の右目、さすがですね、カットしていますね。カミソリのような切れ味があります、チャンピオンの左ジャブ。これは本当に挑戦者ね、はい、ペース保てるかどうかですね。あ、今も右目をつむりまして少し視界が悪くなってきたようです、マキオ杉田です。チャンピオンは傷を狙っていくっていうのが作戦ですからね、はい、一気に劣勢に立たされました。チャレンジャー緑色のトランクスの牧尾杉田、変速気味に前に中に入っていきます。陣営からは中に入っていけという指示。さあジャブが面白いように当たり始めました。チャレンジャーのジャブです、絶対的な自信を持っています。リングの中央アッパー右のストレート、はい、チャンピオンです。
ここで第5ラウンドが終了。チャレンジャーの牧を右目尻をカットしました。試合開始から絶え間なくこのチャンピオンのジャブがチャレンジャーに襲いかかります。しっかりナックルパートを、はい、打ってますからね。そしてこちらのジャブで先ほど第5ラウンドチャレンジャーの牧を杉田が右目の上をカットしています。今のコスコの VTR の一番最初のパンチじゃないですか、ジャブ。なるほど。さあ試合は第6ラウンドに入ります。チャレンジャー魔境杉田の右目の上の傷が今後大きくなって試合続行不可能になった場合は、その時点でチャンピオンの TKO 勝ち、榎木宏之の2度目の防衛成功ということになります。さあその傷をかばうように右目のガードを上げています。スローモーションだと左ストレートをかすると、ね、切れやすいんですよ、はい、ただなんかまともに当たっている拳が当たってましたね。あの目尻の目の骨と皮、はい、骨と皮と拳で、はい、その間に挟まった皮がね、はい、潰れながら切れるっていうのもありますよね。あ、そういうことがあるんですか。そういう切り方かなっていう気もしますけど、あ、血の出血の、ね、仕方もね、はい、結構出てますからね。ということはそのカミソリのように切れるよりももしかしたら傷が深いかもしれませんね。そうなんですね。田中さん、はい、チャンピオンサイドはその傷に向かって左のジャブを打っていけというシーンです。ああ、そうですか。それはまあ勝つためにね、まあ、容赦ないですけども、うん、まあその世界戦を実現するためにはまあ当然な成功法と見ていいでしょう。田中さん、はい、チャレンジャーサイドのその傷なんですが、はい、1センチくらいと見て取れます。ただこのラウンドからほとんど出血が止まりませんでした。ああ、そうですか。インターバル中も出血が止まらなかったというチャレンジャーの傷。さあそのグローブが血で染まってますよね。あ、そうですね。出血が。さあ超チャレンジャーに求められた時間は少なくなってきているかもしれません。ちょっと集中力変えてますね挑戦者。もうこの辺り完全なチャンピオンのペースと見ていいでしょう。右のストレート、しかしこのチャレンジャーの牧を杉田の会長畑中会長は言っていました。牧はスロースターター、試合の終盤になればなるほど本来の調子が出てくるというふうに話しています。ではワンツー、本当ですね。今は今見せましたよ。テンポのいいコンビネーションを打ちましたチャレンジャーの牧を過ぎた。あの普段ですとその試合の開始はどうしても体が硬くなってしまうんでしょうか、思うように自分のボクシングができないというふうに聞いています。しかしそのチャレンジャーの傷からの出血がラウンドを重ねるごとに大きくなっています。量が多くなっています。右を伸ばしていきます。あの挑戦者もね、はい、まだ本当に集中切れてませんね、ただ手数は減ってますから、さあここは自ら手を出していきますチャレンジャーの牧を過ぎた。あの軽いジャブだとね、はい、本当に3発4発で一発チャンピオンに返されると総裁になりますよね。あの一発もらっただけで後ろに下がりますね、それだけパワーのあるチャンピオン榎木宏之ということになります。大きなパンチを振っていきました挑戦者。ここで第6ラウンドが終了しています。前半戦を終えました。こちらは名古屋から初めて世界チャンピオンになりました元 WBC 世界スーパーバンタム級王者の畑中清会長です。この畑中会長はとにかくえのきのジャブをかわしてほしい、避けることができたら自信になっていいリズムをつかめる、そのように話していました。しかし現時点ではまだチャンピオンのジャブをかわしきれていません。試合は後半戦第7ラウンドに入りました。この東洋太平洋タイトルマッチは12回戦12ラウンドの試合で行われます。笠井さん、はい、チャンピオンの榎木はジャブが当たれば当たるほどリズムを掴んでくるボクサーですよね。本当なんですよ、ジャンというのは本当に自分のバランスを保ちながら打たないと、はい、ね、ダメだし、はい、ジャブを打ってればバランスを崩さないし、うん、ね、力みもいらないし、はい、スタミナもロスがないんですよ、その後右を、ね、狙い撃ちできますからね、はい、本当に左だけですよほとんどこの試合。そうですね。